出したの。何だろう。魚。換気扇した方がいいんだ。すごいなんか煙が。そう。調理時間が長いんだよね。結構かけてる気がするんだけど。かけてるけど、あとどこもうちょっとやってみるか。なんかその通りにやると結構焦げちゃうね。本日はフランク・ベッドランの健康弁護士、ケナ・エリス氏を迎え、現在の裁判の最新情報と今後の展望についてお聞きします。アメリカの思想リーダー、ケナ・エリスです。ケナ・エリスさん、今日番組への出演いただき、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、ケナさんにお聞きしたいのですが、トランプ陣営の関係から見て、今の状況はどうでしょうか。とても重要な質問です。11月3日以降、主流メディアは全ての段階でこれはドナルド・トランプにとって絶望的だ、敗北を認めるべきだと主張し、ジョー・バイデン氏を当選させようとしています。しかし、この戦いはまだ終わっていません。始まったばかりです。私たちは腐敗した選挙の蔓延を防ぐために、建国の父たちが具体的に考案したアメリカ憲法のプロセスに従っています。そのため12月14日は、我々が挑戦している6つの州で、異なる選挙人団が集まってきましたが、共和党の選挙人団も投票に来ました。以前アメリカの歴史の中でも同じようなことがありました。2つの選挙人団があり、特定の州の選挙結果と議会に行く日まで選挙人をどのように送るかで論争が起きました。そして最高裁が認めたように究極の意味を持つ日は、議会が実際に選挙人投票を受け取り、数を数え認証する1月6日です。この時点でトランプ陣営と我々大統領の弁護団は、全ての合法的な投票がカウントされ、公正にカウントされることを確認するために、選挙の完全性を強く要求しています。州議会が選出し認証する選挙人が、妥当な集団が確認し、憲法で定められた仕事をするための時間は、まだ十分にあります。その通りです。いくつかの州では選挙人団が競い合っています。しかし実際にはどのようにそれが機能するのでしょうか。仮に1月6日、あるいはそれ以前、どのようなシナリオを想定していますか。起こり得ることは、例えばペンシルベニア州を取り上げてみましょう。テキサス州対ペンシルベニア州の訴訟で最も興味深かったことの一つは、憲法の専門家や私の見解ですが、最高裁の審理を経ずに不当に却下されたこと。
しかしその訴訟で素晴らしかったことの一つは、ペンシルベニア州議会の下院と上院の幹部が意見書を提出し、テキサス州に同意すると最高裁に伝え、2020年の選挙運営において州法が守られていなかったと認めたことです。それは彼らの調査や調査結果、ペンシルベニア州の公聴会で市長と私が提出した全ての証拠や証言を通して彼らに法的根拠を与えることとなります。アメリカ憲法第2条1項と2項の下で彼らは選挙人団を選ぶ権限を取り戻すことができます。そして彼らにはどの選挙人団を送るかを投票するための選挙セクションに自分たちを呼び戻す機会があるのです。ですからこれが1月6日前までにこれらの6州で起こるべきことです。あなたが説明しているこのシナリオはペンシルベニアだけでなくより多くの州でも起こると予見していますか？ジョージア州もこの件に注目しています。またミシガン州アンドリム郡の報告書では不正だけでなくかなりの割合で矛盾があり、ミシガン州で発生した全ての法律違反が報告されています。ミシガン州やアリゾナ州、ウィスコンシン州も注目しています。ある州が実際に選挙セッションを招集し単純多数決で投票する決議を実行して選挙人の選出方法について腐敗した虚偽の認証が優先されることは許さないといえば、他の州もそれに続くと思います。アントリム郡の調査報告書について話しましょう。これは素晴らしいですね。これでアントリム郡以外の機会にも関心が高まっていますか？もちろんです。そうなるべきです。これらの22台の投票機や報告書の結果、そしてドミニオン投票機が少なくとも29州にあることを踏まえると、各州は独自に監査する義務があります。昨日私の故郷のコロラド州の選挙の完全性に関する公聴会でコロラド州はドミニオン投票機を使用していると証言しました。私の要求は州議会が選挙の完全性をチェックすることです。州議会は選挙の完全性のための安全装置を排除していないことを確認する義務があります。独自の監査を行い、投票機、コロラドの郵便投票システム、投票収集、法律、行政を調査するべきです。もちろん民主党は何も問題はないと反論してくるでしょう。しかし民主党が透明性と誠実さを重視し、結論が正しいというのであれば、この件を調査し、アメリカ国民、特にコロラド州の有権者に、コロラドでは全てが自由で公正であることを保証することは問題ないでしょう。連邦の他の全ての州は、選挙法と選挙管理をしっかりと見直す必要があると思います。そしてこの6つの州で起きたことがアメリカで二度と起きないようにしなければなりません。他の州で実際に投票機が検査されているという噂を聞いたことはありますか？もし投票機で見つかった広範なエラーがあるとしたらどうやって解決したらいいでしょうか？とてもいい質問ですね。アメリカを愛する我々国民は自由で公正な選挙を尊重し、憲法を維持し守りたいと思っています。アメリカを守るため少なくとも7400万人のアメリカ人がトランプ大統領に投票しました。誰に投票し選挙結果に納得しているかどうかにかかわらず、全てのアメリカ人が不正行為や不法行為をやめ自由で公正な選挙を守るためにアメリカ憲法に違反するものを全て阻止するべきです。アメリカ国民の間にこの問題の真相を究明しようとする動きがあると思います。昨日コロラド州議会に投票機の調査で異常や問題が出なければそれは素晴らしいことであり、その調査と調査結果には安心すると伝えました。しかしミシガン州で起きたことは他の州の調査の必要性につながると思います。そして2020年の選挙で起きたことを踏まえて全ての州議会は自分たちの法律と行政を重視するべきです。コロラド州や6つの州に含まれていない州議会も選挙の完全性に関する公聴会を始めていると思います。彼らはこのことを非常に真剣に考えていますし、私は彼らを称賛したいと思います。選挙の安全性について深い懸念を抱いているという読者の声が寄せられています。
無力さを感じている人もいます。読者の質問を読み上げましょう。実際どのように適切な説明責任と透明性を確保することができるのでしょうか。読者の質問ですが、率直に言って我々は答えられません。ジェダさんの見解を教えてください。我々アメリカ人は人民の人民による人民のための政治であると認識していると思います。ですから我々国民は最終的な発言権を持ち、選ばれたリーダーに責任を負わせることができます。そうするには彼らに連絡するだけでなく、この戦いを続けるように圧力をかけるのです。メディアを通してだけでなく、選挙で選ばれた人たちが選挙の完全性について真剣に受け止めることこそ、私たちが求めていることだと認識させなければなりません。しかし6州のうち少なくとも4州が問題となっており、私は有効な解任訴状イコール請願書を持っています。これらの州の住民は請願書を出して次のように言うことができます。州議会の選出議員や知事でこのことを真剣に受け止めず、法と法の支配と憲法を真に支持し守ろうとしない党員がいれば、私たちは彼らをイコールできます。彼らは明らかに私たちを裏切ったから、州政府の中の人々を変えるのです。この1ヶ月間、私が思うには、知事の行政機関だけでなく、選出議員、あるいはむしろ選挙管理の職員が、選挙運営全体を通して失敗したのです。そして司法機関、特に最高裁が、テキサス州の訴訟で憲法を支持できなかったことが、失敗につながっています。ですから州議会を見ていて、その支部が失敗した場合、憲法上の手続きを確実に経て権限を持つ人々を変えるのは私たち国民の責任です。なぜならアメリカの誰も政府の権限を与えられていないからです。それは私たち国民の同意と支持者の同意によってのみ与えられるので。ショートマンガに憧れるはずです。このテキサス州の訴訟は実際には見直されつつあると言われています。何か情報はありますか。はい、私たちは確かにそれに注目しています。大統領はそれを検討していて、どうすればそれを再提出できるかという観点から大統領はそれを注視しています。もちろん最高裁が明らかに本来の管轄権を持つ訴訟を却下したことは非常に衝撃的で、完全に法外だと思います。つまりある州が他の州を訴えるときには最高裁に直接できるのに却下したのです。最終的には18州が4州に反対しました。あの訴訟は審理されるべきでした。それができるかどうかは最高裁の裁量ではありません。これを見た多くのアメリカ人はとてもがっかりしたと思います。もちろんトランプの弁護団はあらゆる法的な選択肢を検討しています。私たちが提訴した他の事例を引き続き持っており、システムを通して進んでいます。もちろん最終的には州議会はすでに選挙人を取り戻し、その構成基盤を保護する権限を持っています。そのための裁判所命令は必要ありません。国家情報長官のラドクリフ氏が提出期限が12月18日の選挙への外国の干渉に関する報告書を延期するつもりだという報告がありました。中国共産党が選挙に介入した可能性があるという新たな情報によるためです。お読みになったことがあるか分かりませんが、どう思われますか。個人的にですが、私はジョン・ラドクリフ氏を尊敬しています。この件について彼と話したことはありませんし、発表されるレポートに関して私も詳しくは知りません。しかし様々な理由のために馬の中で物事を行う他の人々に比べて、私はラドクリフ国家情報長官に対し最高の信頼と尊敬を抱いています。彼が持っている情報に基づいてどんな決断を下そうとアメリカ国民のためになると思っています。ジェダさんはここ数日間、大手メディア全般に対して非常に批判的でしたね。これについて少しお聞かせください。具体的にはどのようなことを懸念されていますか。大手メディアはストーリーを伝えているだけです。
真実を追求せず、事実調査もしていません。彼らは選挙の公正な道を歩もうとしていません。特定の党派の政治工作員はアジェンダを持っていますが、ジャーナリズムや報道はそうであってはなりません。本当に個々の意見が大切で、意見は様々です。しかし主流メディアは事実に反する情報を報道しています。ハンター・バイデンのパソコンの話題を避け、でっち上げのロシア疑惑問題を3年半も報道し続けました。つまりこれらのことは全て選挙の安全性を守ろうとするトランプ大統領がしていることの正当性を最小限に抑えようとしているのです。ジャーナリストの仮面をかぶった活動家たちがこの種の虚偽の話題を永続させているのは無責任で、道徳的にも言語道断です。彼らはさらに私や私の同僚を個人的に攻撃し、私たちの信頼性を破壊しようと偽りの話を作り出し、虚偽の発言をしています。そうすることでトランプ大統領には信頼できる弁護団がなく、信頼できる取り組みがないことを示そうとしています。彼らはトランプ大統領がアメリカの法の支配を堅持することを望んでいないため、彼らはこの4年以上にわたり、トランプ大統領と彼の側近を引きずり下ろそうとしてきました。本当に馬鹿げていると思います。私自身も、市長もチームのメンバーも、もちろんトランプ大統領も恐れていないし、嘘も気にしていません。もちろん虚偽については非難しますが、我々は常に真実を伝えていくし、事実確認の任務を継続します。私たちは勇気を持った真の愛国者になり、憲法を守ります。なぜならアメリカの歴史上、あらゆる危機的状況において自由のために成果を掲げようと立ち上がった愛国者がいたからです。次は私たちの番。挑戦します。最後に一言お願いします。今回は本当にありがとうございました。アメリカ国民に伝えたいことがあります。心を強く持ってください。まだ終わっていません。私たちは必ず選挙の安全性のために戦い続けるつもりです。1月6日まで、そしてそれ以降も戦い続けます。これはアメリカの歴史の中で二度と起きてはならないことです。リーダーとなり、勇気を持って立ち上がり、前進し、常に真実を求めることは私たちの責任です。また皆さんにメリークリスマスとお伝えしたいと思います。トランプ大統領がアメリカ国民との約束を守ってくれたことにとても感謝しています。彼のチームの一員であり、真実とアメリカの進むべき道のために戦っていることはとても名誉なことです。メリークリスマス。今日はありがとうございました。ありがとうございました。前に制作されたドキュメンタリー映画アジェンダ、瓦解するアメリカが脚光を浴びています。制作者のカーティス・バウアーズ氏はアメリカの教育からメディア、そしてハリウッドに至るまでアメリカの制度を腐敗させ、アメリカとその価値観を内側から破壊する共産主義者の計画を映画で明らかにしました。そこで使われる主な戦略は分裂と征服であり、アメリカ人を互いに敵対させるものです。今回のエピソードでは、彼の映画が現在のアメリカ政治に何を教えてくれるのか、そしてアメリカ人同士の関係が再び友好になれるのかについて、バウアーズ氏に話を聞いてみました。アメリカの思想リーダー、ヤン・エキレップです。カーティス・バウアーズさん、お招きできて光栄です。こちらこそお招きいただき、ありがとうございます。カーティスさん、映画、アジェンダ、瓦解するアメリカを作ってから10年が経ちましたね。この映画では、
特にアメリカでの共産主義とその影響を追求しました。今はその問題についてどう見ていますか？そうですね、まだ続いており、過去よりもはるかに意図的でオープンです。長年裏で密かに行われていましたが、今は街頭でも起きています。このように急速に公に出るようになったことにはとても驚きです。カーティスさん、映画によると何年も前からあったこのアジェンダの目的は、アメリカをより社会主義的で最終的には共産主義的な国に変えることです。社会主義は共産主義の前段階にあり、その踏み石であることを映画アジェンダの中で主張されていますが、制作のきっかけとなった会議について少し教えていただきたいです。1992年だったと思いますが、その会議に参加して何を感じ、何を学んだのか話していただけますでしょうか？生涯共産主義を研究し、多くの本を書いていた紳士の依頼で会議に参加しました。彼は会議には顔を出せないと言っていました。彼らが私のことを知っているので、代わりに話を聞きに行ってくれませんかと私に頼んだのです。1989年、ベルリンの壁が崩壊し、1991年12月、ソ連が崩壊し、その半年後の1992年の夏の出来事です。その会議は、アメリカ共産党が新しいグループを解散させるための会議でした。私は会場に足を踏み入れ、すぐにショックを受けました。行く前に私は大学の過激派の集まりのようなものを想像していたので、革命について書いてある T シャツを買っていきました。ところが会場には1400人くらいの参加者がいて、ほとんどはスーツを着ている50、60、70代の人々でした。私は数少ない若者の一人でした。事前情報やイメージと異なり、参加者の真面目な雰囲気に非常に驚きました。それで何が起きたのですか？アジェンダについて何か分かったことはありましたか？彼らは我々を内部から侵食しようと企んでいました。すでに長い間、彼らは我々の家族や事業構造、道徳心に密かに手をかけていましたが、今以上に踏み込む必要があると彼らは言ったのです。そしてソ連が世界の革命から手を引かないといけないことに失望していることも認め、今は教育、メディア、エンターテインメントを通してより深いレベルで行ってきたことを継続する必要があると述べました。彼らは次の世代や人々に影響を与え、彼らの動きに同調させ、ゆっくりと内側から我々を倒そうとすることを望んでいました。そこに行った時のバウアーズさんの政治的見解はどちら側だったのでしょうか？もちろん匿名で参加されたのですね。私は保守派でそのように育てられました。幼い頃から両親が物事の仕組みを教えてくれていたので、何が起こっているのか分かっていました。しかしそれでも私は会場を見て、これは本当なのかと唖然としました。ドナルド・レーガンは冷戦に勝利し、素晴らしいことをしました。まるで共産主義が終わったかのように私は信じていましたが、それが真実ではないとその時は分かりました。1000人以上の会議に参加したその時、彼らがどれほど情熱的かを実感しました。彼らの考えを読み取ることができました。まるで教会の牧師が説教団を叩いているようでした。私たちが愛し感謝しているアメリカに対して、自由経済体制についての彼らの見解はまるで理解しがたいものでした。そこにいる老人がそのことについて話している姿をまだ覚えています。彼はこれまでに考案されたものの中で、これは最も邪悪なシステムだと言って説教団を叩いて汗を流していました。この人たちは別の星から来たのかと思いました。彼らはデタラメで、彼らの計画が成功するはずがないとその時に思いました。30年ほど前のことです。興味深いですね。これが1992年のことですね。その年に何かが変わりました。目に見える変化です。誰もが祝っていたと思います。私は当時かなり若かったのですが、両親が共産主義のポーランドから逃げてきたのを見て少し感情的になりました。母はソ連が崩壊することはないと信じていたのを覚えています。これは彼らが教えられたことです。ソ連がポーランドを占領したとき、
彼らがそれを痛感したでしょう。だからソ連が崩壊した時、私の両親にとってそれはある種の信じられない奇跡だったのです。そして人々が共産主義から目を離した隙にアジェンダが始まったと映画で主張されていますね。具体的にその後に何が起きたのでしょうか。その後16年間私は結婚して子育てしビジネスをしてきました。アメリカは素晴らしい国だからです。私はアメリカを楽しんできました。2008年私はアイダホ州の州議会議員になりました。突然私の父親の上に法案が出てきたのです。この法案はこの他人のことを思い出させてくれた最初のきっかけでした。それは活動には何の役にも立たない法案でしたが、ビジネスを破壊するには十分なものでした。これに反対しますか？と聞かれました。私はもっと調べてみました。その時ちょっと待ってと思ったのです。それは1992年に彼らが言っていた自由経済システムを破壊する方法の一つです。彼らは環境保護運動を支持して、それを利用して温度の規制と麻薬と仕事をすると言っていました。それにより機能が必要なのは難しくなるので、あの1990年代の彼らが投じた時、私は理解できませんでした。なぜならあんまりの方法などでは後で抹殺されないように、ドアを中の地に鎖で繋がれているような人々の運動だったからです。それは主流の運動ではありませんでした。しかし2008年には映画不都合な真実が公開され、それが世界最大の環境保護運動になりました。法案のことがきっかけで、彼らが言っていたことをもう一度見直して、もっと深く共産主義運動を掘り下げようと思ったのです。では私たちが話していることをいくつか見てみましょう。映画では赤裸々の共産主義者という本についても言及されましたが、これはかなり昔の本です。この本には社会を共産主義者のイメージに変えるという非常に具体的なアジェンダも書かれています。その中でアウアーズさんらの研究していることみをいくつか話していただけますでしょうか。我々はそれらを今日のアメリカと一つずつ照らし合わせることができるかもしれません。もちろんです。エキネックさんがそれを押し出すかもしれないと思ったのでリストを持ってきました。目標17というのですが、全ての調査で 70% 以上の若者が社会主義を望んでいる結果を示しています。ある調査では30% の若者が共産主義を望んでいると答えました。明らかに彼らはどちらについても何も知らないと思います。洗脳されているのね。目標17、彼らの目標は40から50年代の FBI 捜査官によって集められ、そして赤裸々の共産主義者にまとめられました。彼らが会議で述べた目標17とは、学校を支配し、社会主義へと大使を動かす方法でカリキュラムを変更することでした。社会主義の思想や哲学を教えることで、それが真実だと伝え、社会主義へと大衆を導きましょうというのです。それは多くの理由から非常に重要なことです。一つは、ゆりかごを動かす手が世界を支配するというもの。このことわざを知っていると思いますが、これは本当のことです。歴史上の全ての独裁者は、子供たちにアクセスすべきことを知っています。共産党のアジェンダは文化に影響を与えることに力を入れているので、子どもたちに影響を与え教育界を占領することができ、未来を支配することができます。 70% の若者が社会主義を好きになるように教えれば、彼らが成長した時には社会主義になるからです。このことは私たちが大学で見ている言論の自由の問題を思い出させましたが、大学ではこれが顕著に見られますね。これはどういう関係があるのですか？ポリティカルコレクトネスと呼ばれますが、それはまさに文化的マルクス主義です。特定のものを使用禁止にするというアイデアを思いついたのは、マルクス主義グループであったフランクフルト学派でした。禁止されたことについて話すことは許されません。それは憎悪だからとか、これだからとか、あれだからとか、彼らは言論の自由が許されない理由をいくらでも思いつきます。そうすることで反対側の話をすることは許されないのです。古いことわざにもあるように、反対側の話を聞くまではどんな話も本当のように聞こえるということです。
若者たちは反対側の話を聞いたことがありません。もし若者たちがポーランドで育ったジェティレックさんのご両親に会って、私たちはこうだったという話を聞いたら、もしそのようなことが起きたら嘘はすぐに消えてしまうでしょう。若者たちの耳にそのような話を入れないために、彼らはポリティカルコレクトネスが必要だったのです。彼らは大学のキャンパスで言っていいことや言ってはいけないことのルールを決めたのです。それが言論の自由を奪うための重要な戦略になっています。映画の中でこの問題を掘り下げていますが、カーティスさんはこの問題についてかなり詳しいですね。フランクフルト学派と文化的マックス主義の重要な人物のハーバート・マルキューズさんについて簡単に教えていただきたいです。フランクフルト学派とは、ヨーロッパで起こった戦争のために1930年代にアメリカに渡った知識人のグループです。彼らはマルクス主義者であり、共産主義者でした。近代法教育の父であるジョン・デューイは、彼らをアメリカに連れてきて多くの一流大学に入れた人です。その指導者の一人であるエリヒュンゼルベルクは、彼らの目標を解説しました。西洋を腐敗した悪習のあるものにする、内側から揺さぶりをかけ、若者に不道徳を教える、オルゴを推進し、アルコール依存症を増やすつもりだというものです。彼らは多くの目標を持っていました。彼らはやってきて多くのトップ大学に入りました。彼らの目標はメディアと教育を乗っ取ること、そしてそれらの基礎を乗っ取ることで文化を変えることでした。映画の中で彼らが考え出したスローガンの一つが、戦争をしないで恋をしようです。本当は劣行をさりげなく崩して、今までのやり方を崩して、若者に新しい何かを提示しているのです。ハリウッドや教育システムはそれによって多大なダメージを受けてきました。だからこそどちらも大きく変わってしまったのです。アジェンダ2の冒頭の紹介映像には、キューバの映画監督で反共産主義者でもあるアグスティン・ブラスケスさんが登場していますが、彼の話はとても興味深いものです。彼の家族はこの美しくて新しい世界を信じていたから革命を支持していた時期がありましたね。彼の話について、そしてこの種の理想主義とそれを利用した欺瞞について少し教えてください。23。あの時から50年が経ちました。監督は、私が今アメリカで聞いているプロパガンダの多くは当時のカストロがやっていたことと全く同じだ。当時の私たちはみんな、これはいいことだと思っていた。正義と平等、公正、人民のためのものだからだ。何度も何度も同じ欺瞞を繰り返しているだけだと言ったのです。監督の家族は、ある夜テレビを見ていた時に、これはまずいと気づいたのだ。夕方のニュースで土地が発砲台の前にいるのを見た。その時、何かが変わってきていることに気づいた。共産主義者は権力を握った当初にはすぐに思い切ったことはしないからだ。彼らはプロパガンダを話し続けて、ゆっくりと全てを支配していることを確認する。そしてその後に取り締まるのだと語りました。監督は取り締まりについて話してくれました。彼の父親はキューバ最大の砂糖農園からある日帰ってきましたが、何時間も全く話しませんでした。彼の母親は何度も、どうしたのと聞きましたが、彼の父親はただ首を切って話すことができませんでした。後になってやっと言葉が出てきましたが、彼は、私たちはもう何も持っていない、奴らは何もかも奪ったのだ、砂糖農園は取られた、今は畑で砂糖を買って彼らのために働いているだけだと言いました。彼はこのような話をたくさんしてくれましたが、私たちの若者は理解していません。ほとんどのアメリカ人は理解していません。監督のような経験をした数百人と私は話をする機会に恵まれました。この映画のおかげで彼らは私の話を信じてくれています。全員は同じく約束されていたのに、悪の意が何も手に入らなかったと述べました。その言葉は本当に力強いものでした。18歳の時、監督は二度と戻らない決心でキューバを離れる準備をしましたが、自分の両親にさえ言えませんでした。なぜなら、どの家庭にも密告者がいるからです。それが誰なのかは知りません。
アメリカに行けなくなるのを恐れていました。彼は将来戻ってきて、キューバを良くするために学費を取りに行くという許可を得ました。自分が戻ってくることはないと分かっていましたが、親にさえ言えませんでした。それが恐怖のシステムなのです。10代の頃、道を歩いていただけで、監督はパトカーの後ろに投げ込まれ、刑務所に連れて行かれました。24時間そこにいて虐待を受け、その後釈放されました。私はなぜ彼らがそんなことをしたのかと聞きました。彼は私が彼らを恐れていた、私はいつも彼らに従っていた、彼らは決して誰にでも同じことをする、何も悪いことをしていない、ただそこにいただけなのに、その時私はキューバを離れるしかないと思った。必要がない限り私は家を出ることさえ怖がっていたのだと語りました。共産主義や社会主義では必ずそういう状況になるのです。なぜそうなるのか人々が理解していません。社会主義がうまくいくことがないからです。崩壊し始めると権力を握っている人たちは権力を失うことを恐れ、そこで銃が出てくるわけです。コントロールの手綱を持っている社会主義社会を作って、初めて彼らはそのようなことができるのです。資本主義から直接共産主義に移行するのは難しいのです。人々はまだ全ての富と権力を所有しているからです。まずは社会主義から入らなければなりません。政府がコントロールの手綱を握ったらどうなるでしょう。彼らはミスターナイスガイはもういらないと言って化けの皮が剥がれます。電力を止めることもできるし、人々を失業させることもできる。何でもできます。社会主義のシステムは機能しないから必ずそうなるのです。とっても興味深くて、もっと深く知りたい話ばかりですね。まず密告者の話ですが、共産主義国に住んだことのある人ならば誰でも完全に理解できることです。しかし共産主義国に住んだことのない人にとっては想像するのが難しいので、困惑してしまうでしょう。2006年のアカデミー賞外国語映画賞を受賞した映画ザ・ライブズ・オブ・アザーズをお送りいたします。今ご覧いただいている視聴者全員にお勧めします。ザ・ライブズ・オブ・アザーズは英訳タイトルです。基本的にはシュタージの話です。ソ連圏でも最悪の組織として知られる東ドイツの秘密警察機関です。この映画は皆が互いに見つけ合うような社会に住むことがどのようなものかを表現しています。密告者は多少の利益を得ることができる一方、あなたが先ほど説明したようなことが起きます。この社会では当たり前のように密告することが要求され、調査書類に貢献するよう求められます。私の出身地のポーランドでは1989年に公文書が公開されたとき、人々は唖然としていました。例えば恐怖の司祭へ打ち明けた人々の情報が密告されたり、妻が夫を密告したりしたことが明らかになりました。誰もが密告できることを知っていた人々にとってさえ想像できないことでした。彼らはこれらの関係のいくつかはまだ神聖であり、密告の類の外にあるものと期待していましたが、そうではありませんでした。それが私のコメントです。ここで話を戻します。これは現在の私たちにどう当てはまるのでしょうか。2020年は信じられないほど波乱に満ちた年でした。私たちは2020年の全てを見てきたと思っていたのに、新たなことが発生して、それがさらにクレイジーになっているという人たちを何度も見てきました。あなたがアジェンダの中で表現し、今日の現実に行っていることについてどう思われますか。先ほどの話に関しては、各家庭に密告者がいます。その概念は、最終的には各家庭を分断して、お互いに話もできないようなことを人間に分断するということです。同じことが、今、すべての運動で起こっています。お互いに敵対していると思わせ、人々を不満にさせ、お互いを恐れるようにします。それがマルクス主義の戦略です。善意のある人はお互い敵対させたり、最善へ向かう努力を行ったりしないでしょう。ここでマルクス主義者は分断、そして征服の策を取っているのです。アメリカのような国は強くて結構で統一されていて、征服するのは不可能だと彼らは言っています。
ですから、誰も記憶しように、確認を外し、まことの手法で分けてしまい、対立を作り出すことに彼らは力を入れてきました。彼らは人々を助けるためではなく、利用するために無力を得しているのです。彼らは約束したものを提供することはありません。仲間になるように、すべてを約束しているだけなのです。実現することは決してありません。なぜなら、真面目からそのつもりがないからです。問題を解決する気はなく、悪化させたいだけなのです。一般の人にとって、それは理解しがたいことです。これらの人々は私と異なる考え方をしていると最初に気づいた時のことを覚えています。これまでは私は彼らを甘く見ていました。私はとても素朴でしたので、誰かを他の誰かに背負わせようとしたり、分裂や憎しみ、怒りや混乱を引き起こしたりすることは考えられなかったからです。しかし、これらの人々はそれをします。先ほど話したアメリカの教育を見てください。なぜ、過去の直近の後、6人の大統領の間、共和党でも民主党でも、法律学校を改善するための教育プログラムは一度も行われていないのでしょうか。お金が足りないと言っていますが、問題を解決しようとしていないだけです。問題を解決すると、政府が必要とする力が少なくなるからです。問題が大きくなれば、彼らはより大きな問題を解決するために、より大きな力が必要になります。だからこそ、彼らは常に問題を大きくしたがるのです。共和党でも民主党でも、政府が拡大して、より大きな問題を解決するために、より多くの人が入ってくることを望んでいるのです。ブッシュシニアからクリント、ブッシュジュニアからオバマまで、みんなそうでした。私はかつて高校の数学教師をしていました。私が教育現場にいたとき、これはシステムを改善しようとしていないことをはっきりと見ることができました。子供たちがより良い教育を受けるのを助けるつもりはなく、むしろそのプロセスを邪魔するものでした。それらのことを見て、彼らは実際、自立できない人を作るシステムを望んでいることに気づくのです。そこで政府は、雇用や収入、医療を提供するために、さらにステップアップします。なぜならこのような教育を受けた人には、それを行うための人格、美徳、道徳、規律がないからです。これがまさに私たちが目にしているものであり、多くの地域で起こっています。分断と制服は共産主義者の戦略であり、彼らは最初から使ってきました。それは非常に興味深いですね。多くの善意ある人々は、ただのミスマネジメントだというでしょう。教育システムを弱体化させて、アメリカの子供たちは成績が悪くなり、コントロールされやすくなっているというのは陰謀説ですが、これについてどのような証拠を見つけましたか？そうですね、いくつかあります。実は私も30年間同じように思っていました。これらの人々は、ただ単純なだけだ、彼らは何が良い教育になるのかを知らないのだと思っていました。しかしその後、あることが起こりました。私は自分の子供のホームスクールを始めました。6歳の子供に読み書きを教えるには、1日1時間で半年あれば十分です。しかし13年、14年の学校教育を受けてきた18歳の学生は、読解力が非常に弱いのです。私は何かがおかしいことに気づきました。証拠は明白でした。私たちは子供に良い教育を与える方法を知っていました。何百年も前から知っていました。それは厳密な議論と討論、論理的思考、数学と科学です。今日の学校を見ると、そのどれもほとんどありません。彼らは、真実を見分けることができる考えを作る全てのものを排除しました。真実を見極めることができる人を求めていなかったのです。なぜなら、真実を見極めることができる人を騙して、利用することはできないからです。なので、それは非常に意図的なものでした。これらのことを示す証拠はたくさんあります。ホームスクールをしようと決めた理由は何ですか？先ほど話したのと同じことです。私自身、20年前に教師をしていた頃、この教育システムは壊れていると思いました。何もかもが最低レベルまで下げられていて、引き上げようともしていません。
そうすると頭の良い子供たちは飽きてしまい、一般的な子供たちはみんなどうでもいいやという感じになってしまいます。明らかに私には合わないシステムでした。子供たちには未来があってほしいのです。未来を手に入れるためには良い教育が必要です。読み方や考え方を知る必要があります。何でも読めるようになれば何でも学べます。ですから私は子供たちにこう言っているのです。私は全てを教えてあげられないが、君たちが優れた読書家になれば、私が教えてあげられなかったことは全て本の中にある。どのような本でも読むことができ、専門家になることもできる。イリス・シュラフリーは意図的に読むのが苦手な子供を作る教育システムで、何が起こっているのかを暴露するために人生の多くを費やしました。この教育システムで教育された子供たちは建国の父について読むことさえできませんでした。それは十分な読解力を必要とするからです。彼らは我々がどこから来たのか、どこへ行こうとしているのかを知らないのです。国を乗っ取る、あるいは制御するには、人口の知的レベルを低下させるのは非常に重要な要素です。興味深い話です。しかしこういうことを目論んでいる人がいることに大きな不安を感じます。コロンビア大学の2人の教授によって作られたクロワード配分戦略を思い出しました。あなたにも馴染みのあるものだと思います。仕事と報酬の関係を打ち破り、ニューヨーク市の福祉制度にとって変わり、より良い世界を作るという考えに基づいてプランを作りました。このことがあなたの映画に反映されているとは思いませんでした。数年前に初めてその話を知った時には、誰かが実際にこれを考え出して、しかも実行し、最終的に死を破産させることに成功したのではないかと想像して唖然としました。他にもこのような計画の例はありますか？その計画の背後にある哲学は、混乱を作り出すことです。システムを崩壊させることです。先ほどお話ししたように、事態を悪化させるためなら何でもします。多くの人は、彼らは事態を悪化させたいのかと疑問に思っていると思います。そうです。あなたは親切で思いやりがあって愛情深い人だから、そんなことには思わないでしょうが、私たちはそうなのです。ウォールアリーナスの過激派のためのルールを読んだことがあると思いますが、彼は現在の運動の司令官です。そこにこんなことが書かれています。あなたは反対派の嘘をつきながら自分に対しての嘘を非難している。全てをひっくり返し書き乱す。まさにそれが目的です。クロワード配分の戦略はシステムに負担をかけて崩壊させる必要があります。崩壊を経た後、人々を操ることができるでしょう。それは正義と平等のためという名目で行われます。いつも貧乏人を人々から引き離します。その目的は貧しい人を助けるのではなく、貧しい人を利用することです。最近誰よりも貧乏人を助けているのは誰でしょうか？トランプ大統領です。好きかどうかは関係ありませんが、トランプ大統領はアメリカの歴史の中でもブルーオークの人、特に社会的弱者が仕事を得る状況を作り出しました。私はそのことにとても貢献しました。彼の最初の3年間だけで1000万人が生活保護から外れたと思います。それは成功した政策です。クロワード配分戦略では、生活保護受給者を増やして多くの人をシステムに縛り付けようとしますが、このシステムは機能しないことを私たちは知っています。時間の経過とともに人々は自由になったでしょうか？いいえ、なっていません。これらの制度の良し悪しを議論するのに60年という実績があります。それでも私たちは知ったかもしれないと言い続けているのです。誰もが自立して自由を手に入れたり、豊かになってアメリカで生活するメリットを享受したりするのを助けてくれるわけではありません。そんなことはしません。このような名目で人々を世代的に奴隷にするだけです。似たようなことで現在起きているのは郵便投票です。アメリカに関する全ての信用を失墜させるためには何でもします。多くの人がこれらの研究をしてきましたが、ここ数週間ですでに全ての汚職が露呈しています。
強化や他のあらゆる不正処方をしています。それは彼らサハラシステム全体の信用を失墜させているもう一つの方法です。何かを破壊したい時にはまずバラバラに分解し始める必要があります。太平洋戦争を起こした人物、あなたは誰か分かりますか？この名前が思い浮かんでしまった方だけこの先を主張してみる。では人々に何を勧めるでしょうか。2010年に予言された通り、このことは悪い方向に向かっています。カーティスさんは人々に変化をもたらすために絶えず挑戦しています。第2作目のアジェンダ2も同じ方向性で、今日ここでも物事はまだうまくいっていないと主張されましたね。幻滅した人が多くいます。そのような人々に何かアドバイスがありますか？ワシントンが問題を解決してくれるといつも思ってはいけません。それは問題を解決する一つの手段ですが、彼らが何をするのもうまくいっていないので、多くを期待することはできません。私たちは、私たちの地元の地域、つまり市や町にもっと焦点を当てるべきです。地域に存在する問題を改善するために、市民として何ができるのか。地方レベルでこの目標を成し遂げるのにどのようにまとまるべきか。連邦政府は何もしなくていいのか。我々が問題を解決した時には責任も伴います。実際の人と実際に関わるのです。我々が話しているのは自分の子供たちのこと、他の誰かの子供ではありません。それは私たちがすべきことです。連邦政府のやり方でやるべきで、それが解決策だという考えから脱却しなければなりません。これまでのやり方ではダメだというならば、我々の人を連邦政府に送り込めばいいというものでしたが、それがあまり効果がないことは実証済みです。トランプ大統領は自分が言ったことをしっかりと実行してくれたと思います。彼のことが好きかどうかは別にしても、とても元気づけられることです。彼が言ったことを誰かにやってもらうというのは、新鮮な空気を吸うようにすがすがしいです。好きか嫌いかは別にして、少なくとも彼は正直ですね。そこが重要なのです。本当の問題を解決したければ行動しなければならないのです。私たちは若者に目を向けなければなりません。もしあなたが死ぬ前に自分よりも若い人たちに自分の信じていることを伝えていなければ、あなたのアイデアは死んでしまいます。自分より若い人たちに投資し、影響を与え、教育しなければなりません。自分の子供や孫、あるいは他の誰かの子供たちにも同じです。あなたが年上の男性なら、地元の大学に行って、何人かの男性をピザに招待してみてはいかがでしょうか。車のオイル交換の仕方を教えて、関係を築き、そうすれば影響力を持てるようになると思います。私たちの言うことを信じてもらいたいだけです。しかし彼らは一旦洗脳されてきたら信じてくれないのです。今まで言われてきたことと逆のことを受けるのはよほどの条件がないと難しいですよね。そのために人間関係が必要なのです。彼らにとってはあまりにも渡りにくい大きな橋で、それが洗脳なのです。あなたが誰かに真実を提示し、たとえそれが明らかであり、彼らはあなたが嘘をついていないことを知っている場合でも、それを受け入れられない場合、それは彼らが洗脳されていることを意味します。単純に何かについて知らないときは、誰かが違う方法を教えてくれたら、ああ、知らなかった。教えてくれてありがとう、となると思います。私は何年も飲食業をしていて、何百人もの大学生に働いてもらっていました。彼らは3、4年働いていたので、私たちは仲良しでした。しかし、彼らは大学生にしてはとてもリベラルな人たちでした。夜には自主問題をテーマにした討論をしていました。彼らは私が彼らを愛していることを知っていました。そして、私はいつも彼らに真実を提示していました。私がよく知っている若者は何度も様々な問題について自身の考えを私に話してくれました。そういう場合、私は彼らにその話の異なる面を共有します。
多くの場合、私が言ったことが全て真実であることを知っていたにもかかわらず、彼らはその一歩を踏み出すことができませんでした。彼らは私が嘘をついておらず、彼らのことを気にかけていたことを知っていたにもかかわらず、彼らはただ、でも、教授がいる気は、というのです。このことから洗脳されていることがわかりました。事実が目の前にあり、自分が信じていることが真実ではなかった時に一歩を踏み出せないのは問題です。それが現在起こっていることです。だからこそ、私たちは関係性を築き、若者に時間を投資する必要があるのです。そして、私たちが影響力を与えられる範囲内でできることを続けていきましょう。それが私があなたに勧めることです。もし3人の友人がいるなら、その3人の友人に影響を与えてください。問題の唯一の解決策は、下から上への解決策であって、上から下への解決策ではないことを認識する必要があります。あなたは、ベーグルの人たちが今、どのような暮らしをしているか知っていますか？カーティスさん、我々はここ数ヶ月の間にブラックライブズマター運動を見てきました。多くの人々が街頭に出て、警察やその他の場所での黒人への不当な扱いに抗議しています。同時に、ブラックライブズマターの指導者の中にはマルクス主義者を公言している者もいます。ご存知でしたか？そうですね。前にお話ししたように、マルクス主義者は問題を解決しようとはしません。彼らは問題を作り出したり、問題をさらに悪化させたりしたいのです。ゾルマリンスキーは著書の中で、これが重要な戦略ポイントの一つであると述べています。彼は、革命と共産主義を切り離して、我々が進む道を偽装する必要があると言っています。まさにこのことです。建物が燃えているのを見ても、それはアメリカの黒人を助けているわけではありません。彼らの解決策は、ほとんどの場合、その問題よりも悪いものなのです。しかし、この国で何十年もの間、黒人社会が共産主義者によってどのように利用されてきたかを知りたい人のために、一冊の本があります。それは、マリング・ジョンソンの人種、共産主義、常識という本です。マリング・ジョンソンはアメリカ共産党の指導者の一人だった黒人です。訓練のためにモスクワにまで行っていました。彼は、これは黒人を利用することであって、黒人を助けることではないと気づき始めました。そして彼は共産党から離党したと書いています。彼は議会の前に彼らが黒人社会を傷つけるために何をしたかについて証言しました。それから彼はこの本を書いたのです。彼は1年間、各地を回り証言しましたが、その後亡くなりました。それは悲劇でした。彼は黒人社会を利用するマルクス主義の戦略を暴くための強力な力となったでしょう。彼らはどんな集団に対しても戦略をカスタマイズします。そして、長い間利用され、不当な扱いをされてきた黒人に対しては再び混乱を引き起こそうとしています。私が思うのは、人種問題が本当に良くなりました。人種的な問題があることは知っていますが、それは彼らが言ったようなものではありません。もちろん、起きたことやこの混乱はとても悲しいです。しかし、私は他の方法で人々を励まします。私たちは放っておく必要がありますし、私は何度もやりました。国民の家族や人がどこかで一緒に座るなら、この国で起きていることを話してもいいですか、と聞きます。彼らはいつも、そうですよ、と言ってくれます。それはある時、私がホテルから出てきて、そこのベンチに座っていた二人の黒人男性と会話した時のことです。私はこう言いました。私は見ての通り白人ですし、私はこれまでに何千人もの白人と関わってきました。皆さんを愛し、感謝していない人には会ったことがありません。そして、あなた方の運動能力や音楽の才能、ユーモアのセンスも尊敬しています。白人に嫌われていると言われても、それは嘘です。あなた方のことを嫌いなはずがありません。むしろ愛しています。感謝しています。それを伝えたかったのです。なぜなら今、この国で起きていることに恐怖を感じているからです。その後、一
人の男性が会う黒人全員にそれを伝えてくれと言いました。私は分かった、努力すると言いました。白人に嫌われているということが嘘だと分かり、彼の負担が軽くなりました。アメリカには私を嫌う白人は数人いるかもしれませんが、 1% の10分の1や1000分の1ですらありません。しかし私たちはそれに固執しています。マスコミは煽るのが好きだからそうするのです。彼らはこのことの一部を担っています。私たちは多くの分野で団結しています。彼らは分裂を望んでいます。そこで白人の人たちは、あなたが私の国にいてくれて本当に嬉しい、私たちはあなたたちを愛している、私たちはあなたに感謝しています、誰かがいる他のことをあまり気にしないでと愛情を込めて伝えることができます。私は何度もそれをしてきましたが、それは本当に彼らを元気づけてくれます。ありがとうと言ってくれます。私はどういたしましてと返します。とにかくそういうことをすることで地域の人々に影響を与えることができます。あなたはそこにいて誰かの人生を変えることができるのです。私は彼らの人生が自由になるようにその嘘を取り除く手助けをしているのです。白人に嫌われているという恐ろしい考えを持たなくなります。そのような邪悪なことをメディアが人々に押し付けるのが大嫌いです。私たちはあなたを愛しています。あなたに感謝していますし、あなたはアメリカの一員です。メディアによって私たちが引き離されないように、私たちはあなたと共にいたいのですという機会がたくさんあります。それこそが私たちがそれぞれの場所ですべきことなのです。一人ずつ嘘を暴くことから始めましょう。そして地域レベルでこの素晴らしい国を破壊しようとする戦略に対抗する解決策を探しましょう。なぜ国の借金の破綻数が嘘なのか、ちょっと考え。カーティスさん、最近は何かに取り組んでいますか？そうですね、いろいろなことをしています。ここ数ヶ月は世界中を旅してこのテーマの講演をしています。ビルが燃え始めたので、みんながあなたの映画はこういうことを話していたのではと言い始めました。私はそうですよと答えます。だから続けてきました。私は始めたばかりのポッドキャストに加えて、何が起こっているのかを人々に知らせるために教育ツール関係のことにも取り組んでいます。あなたが変化を起こすために必要なことはここにあります。カーティスさん、最後に何か伝えたいことはありますか？ありがとうございますと言いたいです。番組に感謝しています。エポックタイムズの活動にも感謝しています。人々が真実をもとに判断できる情報源があることは喜ばしいことです。あなた方のおかげで個人的にも、そして何千人もの人々が今何が起こっているのかを知ることができました。世界で何が起きているのか、特にアメリカで起きていることを勉強してきました。マルクス主義は世界中を支配している哲学です。1999年の BBC は、過去1000年で最も影響力のある人物は誰かという調査をし、カール・マルクスが選ばれたのです。あなた方はマルクス主義者が何をしているのか、彼らの哲学は何か、そして彼らの戦略は何かを人々に伝えている唯一の報道機関です。これらの報道を通して世界中にある脅威を認識することができます。祝福を送りたいと思います。人々がマルクス主義とは何かという情報を手に入れるのを助けてくれたからです。これが実際に起こっていることです。これは彼らが本当に言っていることです。これが彼らが実際にやっていることです。これが彼らの本当の哲学なのです。私はエポックタイムズの購読者になることをお勧めします。これはパズルの一部にすぎませんが、他では手に入らないものを提供してくれるので重要なものです。信じられないほど価値のあるものです。カーティスさん、親切な言葉をありがとうございます。あなたを迎えられて嬉しいです。こちらこそありがとうございました。11月24日。
手のことしてるから。ゆとり教育とかやったりとかさ、見慣れちゃって支配しようとしてる人たちが一旦既存の枠組みを壊そうとしてるんだよ。教育から、娯楽から、教育から、文化から。その大統領ぐるみでやってたってことでしょ。そして環境運動から。環境のことを声高に叫ぶとか、フェミニズムとか、ブラック・ライブズ・マーター、制限を加えて何もできなくする。で、みんなを疲弊させる。崩壊させて支配者がやってくる姿を見ます。首謀者からで救いますと作戦進路運動ロシア革命がそもそもそうだからね。100人ぐらい前にこういうことに共産主義ロシア今のこの時代にそういうことが来てるんだって。経済進行中だよ。もっと平和かと思ってる。それを阻止しようとしてるのが分断を避けることを一番に考えているのかな。その支援はもうよし、ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。また明日お会いしましょう。大統領になったの奇跡だね。さようなら。